サザキチャンネル。速報。サザキチャンネル、久しぶりに速報でございます。ただいまですね、6月27日月曜日、時刻はですね、正午を回ったすぐになりますけども、いろんなメディアから速報という形で今出てますけども、サザキチャンネルも速報でお伝えします。なんとですね、現在パドレス参加 3A エルパソを退団した、秋山翔吾外野手が、なんと、広島カープに移籍することを決断しましたと、今、ニュース発表がありました。なんとですね、3年契約と見られ、3年総額5億円というふうな報道が、日刊スポーツはから、出れますけども、まあ、このニュース、まあ最初ね、秋山選手、日本に移籍っていうところを聞いた時にですね、まあ彼ももう34歳ね、正直若くもない、残りね、どこまで野球人生を送れるかわからないっていう時にね、この、メジャー、っていうところを、19年のね、オフに、FA で、レッズとね、3年契約して、20年、21年、まあコロナ禍の中ね、非常に、調整も含めてね、このメジャー移籍調整に向けてはですね、まあ平時じゃなかったんでね、このコロナ禍の中、いろんな、ハードルも超えながらね、いろんな苦しい状況、環境下、まあこれね、みんなそうって言ったらそうかもわかんないけども、新しくね、この異国の地でチャレンジするっていう中で、なかなかこの難しい中ね、チャレンジして、で、まあ今年22年と、まあ3A マイナー契約にもなってですね、34歳。まあね、これぐずぐず、まあ夢を追いかけるのもいいけども、まあ現状をしっかり見つめてですね、この日本、NPB 復帰を決断したっていう秋山選手のですね、この選択っていうのは、賞賛に値するんじゃないですかね。やっぱりその自分自身が野球、純粋に野球をしたいっていうね、この思いっていうところが、この移籍を長引かせることなく、まあ再チャレンジはね、一回マイナーで再チャレンジはしようと。でも再チャレンジしたけども、やっぱメジャー復帰に向けてはなかなかハードルが高いぞと。じゃあもうここは思い切ってね、現状をね、しっかり受け止めて日本に帰ろうっていう決断は素晴らしかったと思いますし、その中でなんと広島カープに移籍、まあソフトバンク、西武、ね、広島カープと、3球団がね、この秋山選手の、鳥に名乗りを上げてですね、一番最初聞いた時率直的には、お金のソフトバンクか、愛着ある古巣の西武かの正直一騎打ちかなと、ね、ソフトバンクも、引退手形だとかはなく純粋に今の評価でっていうね、それはもう年俸で勝負するぞっていうねところだし、まあ西武としてはね、まあ、古巣っていうところのね、愛着、そして、ファンの皆さんとまた一緒にというね、仲間を一回仲間になって戦おうっていうところのね交渉で、広島が手挙げてっていうね、なぜ広島っていう思いも正直あったけどね、その中で決断したのがカープだから、これはもう俺の完全な憶測だけども、そのカープも多少なりとも脈を、ね、その前の何かしらの交渉の中でね、脈を感じていたのかもしれないね。だからもうちょっと早め、結構早めに交渉にとか一報入れるとか連絡するとか、カープの方が分かんない、これもう俺の完全な想像だけども、何かリアクションを早めにカープは秋山に対してしてたのかも分かんないね。それによって好感触をひょっとしたら得てる中で手を挙げたっていうね、可能性も十分、考えられますけども、まあ多分ね、この決断、多くのカープファンの皆さんもね、西武ファンの皆さんもソフトバンクファンの皆さんも、まあ、12球団ファンの皆さんね、びっくりしてるんじゃないのかなと。サウザキと同じようにね、ひょっとしたらこの動画を見て初めて、カープ秋山みたいな感じでねなりますけれども、でもあれだね、レッズに移籍してカープユニフォーム一緒だね、全体的に好きだからね。まあでもですね、まあいろんなところのね状況を考えると、そのやっぱこう松田オーナーがね、秋山に向けて2000本安打をもうすぐだねっていうね、あと500本ちょっとぐらいね残ってる中、まあ、こういったところもね、秋山にこの2000本打つまでうちは面倒を見るよっていうね、今、日本では1405本、日米通算で1476本だからね、あと日米通算でも、524本かなっていうところでね、2000本安打になるから、やっぱ本人も打ちたいだろうしね、そういった思い、その秋山の夢も応援しながら、自チームの戦力としてねしっかり頑張ってもらいたい、2000本安打までうちは面倒見るよっていうね、ところもその秋山にとったら強くね
響いたのかもわからないですし、その正直ね、正直3球団の外野手で、考えたらね、正直西武が一番出番のチャンスあるっていうか、そんな競争いらないと思うよ。だからソフトバンクで考えるとね、今現在、まあこの26日の試合で言うとね、ライト柳田でセンターが、牧原ね、でレフトが柳町っていうところで、今年ね柳町がブレイクしていい形になって、牧原もユーティリティープレイヤー的にね、非常にバッティングでもね、このスローね、カオノのカーブをね、ラフトのホームランを打ったように。で、柳田は外せない。で、その中でまだ外野もね、グラシアルがいる。そして、まあ、怪我したけど、上林ね。で、まあ、栗原っていうね、まあ、大怪我を2人追いましたけど、まあ、それもね、まだいるっていうところで言うと、まだ、絶対的なポジションがね、空いてるっていうわけじゃないね。まだこの競争の中で、ね、っていうところなんで、確実にあるっていうところはないね。で、広島に、してもですね、まあ、今日の試合で言うと、レフトが上本ね、センターの間、で、ライトが中村っていうところでね、で、あとは、うぐさっていうところもいるし、今、怪我して離脱してるけど、西川っていうね、ところもいるし、中村翔成が外野に入ったりもしてる中で、まあね、このライト中村もね、攻守にわたっていい形も見せてる、野間もね、3割超えてて、今、手腕ね、1番バッターになってる。上本はね、UTT 的にいろんなこともできて、重宝されてるね、こっからね、若手のね、勢いはして、うぐさがどこまで頑張れるかね。で、西川はまだ怪我で野球帰ってくるっていうパターンもあるっていう中で、まあ、いてくれたらね、越したことないけども、まあ、他の若い選手たち、新人っていうところも頑張って、西川も帰ってくるっていう中でね、絶対的なポジションがずっと我慢して使うよっていう、やっぱ競争しなきゃいけないよね。ってなった時に、西武はね、今日の試合で言うと、ライト顔が、ね、今いい形。攻守に当たってね、ホームランも長打もあるし、いい形で、結果を残してる。で、レフトオブレディ、これ外国人選手っていうところでね、中で。あとセンター、西川ね。だから、あと若林守ったり、岸守ったり、愛斗出たりね、してますけど、センターは唯一まだね、秋山いなくなってからのセンターが、まだ決まらない。19年オフで行ってからこう3年目になるけど、まだ決まらない。いろんな選手ってなったら、すんなり入ってずっと継続的に出れて、多少打てなくても我慢してくれるし、合わせるためにも我慢してくれる、長く使ってもらえる。西武が一番ポジション空いてる。だから純粋に試合出場だけを考えると、圧倒的に西武がいいんだよね。で、多分お金考えると、多分ソフトバンクがいいと思うね。ここで広島カープを選択っていう、でもここの一つの考える要素によって、やっぱりね、秋山はね、チャレンジ精神が豊富、自分の能力を試したいね、チャレンジしたい、新しいことでチャレンジってなった時に、古巣の、西武に帰るものも、まあ、悪くないんだけども、同じような環境、ソフトバンク行くとしてもパリーグということを考えると、ね、でしかも行ったからって何か確約されてるわけでもないし、競争もちろんその勝つ自信もあるけども、でも広島ね、セリーグっていう秋山にとったら新しい、世界観の中で、新しいこのまた場所で勝負できて、それをまた楽しめる、チャレンジできるっていう部分では、そのお金でもない、古巣の楽な環境でもない、ね、新しい厳しい環境の中で確実にポジションが空いてるわけでもない、若手の躍動もある中で、ね、お金でもないね、新たなチャレンジ、そしてオーナーも含め、球団関係者の秋山の未来へに向かっての、全ての面でおいての後押し、バックアップ、こういったところが多分秋山に一番胸にグッと響くところがあったんじゃないでしょうかね。今、現状ですね、順位でいうと、広島は3位っていうところで、2位巨人に1ゲーム差まで迫ってる、まあ、首位ヤクルトまでは12ゲーム差とね、若干遠いんで、まあ、なかなか優勝までっていうところはね、正直今のヤクルトの勢い見たら難しいところはあるかもわかんないけど、ここでね、秋山の加入によってもう打線バックアップね、森下、栗、大瀬良っていうところがちょっと交流戦バタバタしたけどもね、こういったところでしっかり中継ぎとして、シーズンね、セリーグに戻ってきたら、まあ、頑張っていいところも出てし、リリーフもね、森浦とか今日ターリー勝ち投手になって、ちょっと栗林がね、若干こうちょっと傾いて、これは総チェックでまたね、詳しく説明しますんでね、そういったところもありながらね、この秋山加入によってさらに、ね、より一層攻撃面がアップして、鈴木誠也の穴を埋める形っていうのをね、秋山までしたいっていうね。ところではこの A クラスの初心2位、ね、ここから上位に向けて秋山の加入っていうのはチームに
かなり大きなものをもたらす。ちょうど今ね、73試合、約本当に半分ぐらい、ちょうど半分ぐらいの中の、試合展開の中で、この秋山の加入がね、広島カープにどういうものをね、打ち出すのか、ね、今はカープがね、もう得てるよっていうね、今はかなり広島が大騒ぎになってるだろうと思いますけどもですね、さぞ今すぐね、速報で出ましたんで、佐々木チャンネルで、速報で、お伝えしました。今後ね、いろんな状況は見ながらですね、また解説していきたいと思いますので、とりあえずは今出てる情報の中で、佐々木の考え、思いっていうのをですね、この秋山解説に向けて、発信することになりました。ということで、今から総チェック取りましたのでですね、またこれを見終わったら、月曜日ね、総チェックも皆さん見てください。それでは、秋山決断、広島カープへの移籍、里崎解説でした。広島カープ、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 広島。はい、秋山、入団。